越しいただきましてありがとうございます。このような感じでですね、毎日さまざまな、イベントを開催しております。入り口でお渡ししましたルーフトップの中にですね、ルーフトップ関西版という当店のマンスリーのスケジュール掲載しておりますので、そちらの方もご確認いただければと思います。ちなみにですね、明日2月28日日曜日ですね、今日と同じお昼の公演でですね、午後のまどろみとチェコアニメというですね、チェコアニメ、7作品を、上映と、まあ2名のですね作家さんの、ちょっとについてのトークというような形になっておりますので、こちらの方もチェックしていただければと思います。あと中に折り込みのチラシ、入れているんですけども、ちょっと先になりますが3月20日ですね、竹熊健太郎さん、と羽生乳獣さんのですね、竹熊の野望のあれ課題というようなですね、90年代パソコンゲームサブカル出版の、裏話っていうようなイベントもあります。で、ちょっとまたさらに、先なんですけども、4月に当店が2周年を迎えることになりまして、4月21日にですね、カリスマ編集者としても知られている石黒健吾さんをですね、お呼びしての、イベントもございますので、こちらの方もですねチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、当店居酒屋形式のトークライブハウスになっておりまして、皆様のご飲食が本日のイベントの運営費となりますので、ぜひですね食べて飲んで、最後まで楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。で、入り口で渡しました番号札が伝票の代わりになってまして、皆様のご飲食とあとお席の情報をそちら打ち込んでますので、最後までなくさないようにお持ちいただければと思います。で、本日ですね、イベントの最後に素敵なプレゼントをご用意していただいておりまして、抽選会がございますので、300円以上西なめからですね抽選券、お配りしてますので、ぜひですね、どんどんご注文いただければと思います。で、おタバコ吸われる方、ホール中ほどガラス張りの部屋、喫煙ルームとなっておりまして、トイレがですね、後ろの方に3箇所ございますので、そちらの方お使いください。で、本日物販でですね、中川さんの、著書とですね、角川映画の DVD の方も販売しておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、早速イベントの方、開始していきたいと思いますので、まずはですね、映画サイトキネプレのラジオ MC ガール、野間さんと皆さん、お呼びしたいと思います。皆さん拍手で、お迎えください。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。はい、今回総合司会を務めさせていただきます、映画サイトキネプレのラジオ MC を務めております野間由美香です。はい、同じくラジオ MC を務めさせていただいております水瀬美代と申します。よろしくお願いいたします。はい、今回のイベントはですね、こちらの角川映画、こちらの書籍の出版記念イベントということになっております。こちらのサイン会等も後で行われますので、皆様どうぞお楽しみにしてください。はい、はい、で、まずそうですね、このイベントの最後にですね、プレゼントのお時間が抽選会のお時間がございまして、その抽選会に参加するには、条件がちょっとございます。最初に皆さんオーダーしていただくと思うんですが、その2回目からのオーダーの際に300円以上のオーダーをしていただくごとに、抽選券をプレゼントさせていただきますので、はい、つまり注文すればするほど当選確率がアップするという形状になっております。はい、ぜひね、食べ物でも飲み物でも、はい、大丈夫ですの で, ですので、はい、どんどん飲んで食べていただければ、はい、いいかなと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、そして今回出演していただく方々のご紹介をさせていただこうと思うんですが、早速登場していただこうと思います。はい、お願いします。はい、今後席順にお呼びしたらいいですかね。よいしょ。じゃあそれでは登場していただきましょう。まずはですね、渡辺さんです。はい、はい、まずはですね、日本アカデミー会員でもあられますお笑い芸人シンデレラエキスプレス渡辺博重さんです。どうぞ拍手でお迎えください。どうもありがとうございます。はい、
元気ですか元気そうですね。お昼から角川映画って濃いですねほんまに。はい、すいません。はい、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。はい、それではどんどん呼ばせていただきます。はい、さあ続いて今回のこちらの文庫本角川映画増補版の発売記念のイベントですので、こちらの著者作家の中川雄介さんです。お先生どうぞどうぞ真ん中の方に。自動、そう、自動、手動なんです。申し訳ございません。自分で閉めなあかんですか。金ドンみたいですね。そう、結構硬いっていうね、しかもドアもね。はい、はい、すいません。あ、どうぞ先生、僕のとこ寄ってください。なんか、はい、グッと行きますよ。はい、ギュッとなりましょう。ギュッと、はい、もうこのまま喋っていただきます。はい、はい、今日は中川さんよろしくお願いいたします。入ってます。入ってます。はい、それではどん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 お呼びさせていただきます。続いて FM802 チャオムジカの DJ、 そして2015年東京国際映画祭フェスティバルのナビゲーターでもあられます、野村雅夫さんです。よろしくお願いします。野村雅夫です。どうも。はい、よろしくお願いいたします。はい、そして最後にお呼びさせていただきます。ウォーカー 総統括編集長玉木康成さんです。編集長編集長、あ、入れないじゃないですか。いや、ほんまに家族ゲームみたいな感じになりましたけどね。そうですね、ほんまに、まあ映画の話で、はい、はい、どつけになりますね、最後どつけになります、はい、こうね、一見あまりあの関係のなさそうなこうメンツなんですけれども、皆さん、はい、あの映画に対して映画の関わりがあるっていう、全然関係ないですよ。全然関係ないですこんなことでもなければ合わないですよ確かに、そうですね、角川映画に行って初めてお会いしました。5分前にあったんだ、大体こんな男前と僕が関係性あるわけないじゃないですか。何もしません。角川映画で結ばれたね、この関係性なんですけれども、結ばれてないって結ばれてない先生が書いたから我々が担ぎ出された、それだけそういうことですね。はい、ご足労かけました。ありがとうございます。軽くね、あの皆様のご紹介をあの先ほどもちょっとさせていただいたんですけれども、うん、はい、したいと思っておりまして、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、まず渡辺さんは先ほどおっしゃったのが、あの、はい、アカデミー会員でもあるということで、はい、映画はもう投票しました。もう今回のね、2015年の投票も終わりました、あの最優秀賞の。あ、そうですね、はい、はい、うん、もう僕は100円のコインに入れましたけどね、はい、あれちょっと OK なんですか、それは。いや、言っていいですよ、僕が1票入れたから誰かが決まるとかでもないあの僕は100円のコインが素晴らしいと思ったので、うん、2015年はそれにさせてもらいました。1票入れるっていうことなんですか。そうです、1本しか入れられないんですか。あの、ね、いや、違うんです、ね、3本選ぶんですよ。優秀作品賞をまず選ぶんですけど、それが去年の年末投票用紙が来て3つずつ選びまして、それを集計したやつがのうち5つぐらい出るのかな、候補が4つか5つ。でその中から1個だけ選ぶという、だから2回あるんですよ、あの優秀作品と最優秀作品の、はい、100円の恋を私は、はい、なるほど、入れさせていただきました。なるほど、はい、すいません、角川映画ではございません。それはそれ、これはこれという感じで、はい、じゃないんです、はい、すいません、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、野村さん、あ、僕ですか、はい、はあのラジオでも映画短評ということをされてたりとか、はいはい、東京国際映画祭のフェスティバルナビゲーターという、なんでかよくわからないですけどなりました、はい、映画に関するあのいろいろ映画もご覧になっているのかなと思うんですけれども、はい、そうですね、あの、いや、まあ、正直僕はあの今回オファーいただいた時に僕って思ったんですけどあのまあ、今回もね、あの中川さんがお書きになったこちらの本も角川映画といえばこのやっぱ76から86っていうのがもう大事な数字になってくるじゃないですか。で僕78年生まれなんですよ、はい、であの実はだから角川映画のこの黄金期っていうのは、うん、あの映画見てない時期があるまだ子供すぎて、だから全部僕にとっての角川はこう後追いなんですよね。で後追いプラスあのこうイメージって言いますかね、この本
の中でもたくさん出てきますけど門川春樹さんの、まあ、悪評も含めてっていうところが割とあのメディアから刷り込まれていた時代、あの時代のに育った人間なんですよ。だからちょっとあのもしかするとあのリアルタイムでご覧になってた方とちょっと違う観点から割と素朴な質問もできるのかなと、まあ、キャスティングの意図は僕はそんなところなのかなと勝手に想像して今日参ったという感じですね。はい、はい、はい、あのまた現役のね見てる方にもお話を伺いながら、うん、まあ、私たちも全然世代ではないので、はい、あと多、はい、いところっていう感じなんですけど、はいはい、盛り上がらないコンパみたいですね。いいんですかね。詳しくない人が3人と、はい、ちょっと詳しいのが3人っていう、はい、そうですね、いいバランスですよね。マンツーマンズって感じで、はい、わ、はい、かりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。で玉木さんも、はい、あの門川映画に関してはもちろん門川の方ということもありますので、はいはいはい、かなりご覧になっているという感じですかね。そうですね、だからあの中川さんと僕はあの結構年齢が近いんで、うん、あのもうまさにあの門川映画が自分のもう一番黄金時代っていうか、なるほど、うん、だからちょうど大学生の時にあの門川映画が一気にブームが始まって、うん、まあ、大学出てちょっとぐらいまでがもう一番黄金期っていう時ですから、はい、あの普通に映画館にあの見に行ってる映画ばっかりですよ。だからね、うん、まさか自分がだからあのその映画の会社に入ると思ってなかったんで、あの外から見てる分には気楽だったんですけど、はい、中に、まあ、そうですね、僕門川に入ってあのその前に僕もともと産経新聞で記者やって、でベネッセ であの門川なんですけど、門川に入って半年後に春樹さんが逮捕されたんで、もう、ま、そういうタイムスパンなんだ。まさにあの身をもって門川映画身をもって体感して、えらいこっちゃこれは。いやいいですね、放送中にまだ今逮捕というワードが出てきましたけどね。っていう実際この本に書いてます。まあもちろんそうです、そうです。今更なかったことでできな できない、はい、唐突に逮捕って言うと何やったんだろうそして、ね、知らない方は ねなんか何人殺したんだとかさ、そんな話になっちゃうと良くないからちゃんと そこまで重罪じゃないんで今そうそうそう普通に外で働かれてますから、うん、はいはい、清原さんと同程度の話でちょっとそれまた語弊があるような気もするそうそう、我々の間では あの2代目は薬ちゃんって呼んでましたね、はい、クリスチャンじゃなくて、はい、詳細はあのここの増補文を読んでもらえると、はい、書いてあるのでね、薬ちゃんはすごいな、はい、はい、えらいな。でもあの門川さんはあの無罪を主張して最高裁まで戦われてましたから、あの門川映画が好きな人はあれは無罪で冤罪であると、うん、そういうふうに思ってなきゃいけないんですよ。無罪や、それは信じなければいけない。なるほど、はい、その辺はね、カルチさん偉いと思うの。ファンを裏切らなかった、すみません、やったと言ったらなんでお前はになっちゃうけど、最後まで俺はやってない、無罪だ冤罪だと言い続けて最高裁まで戦うわけですよ。で早く認めた方が出てこれるのに、それをいやかなりもな、うん、ね、長く交流されてっていうことですよね。 それは本当に無罪を信じているファンのために戦ったわけ、はい、まあ、結果的にいい俳句ができたっていう獄中でいい俳句ができた、そういうことですよね。俳句もできたけどさ、執筆をね、これはねファンを裏切っちゃいけない、うん、芸能人もスポーツ選手もそうですね、うん、はい、まさか門川春樹さんがファンを裏切ってはいけないっていう、素晴らしい生き様ですね。生き様です、はい、生き様です。ためには多少長く入っていても、うん、あの無罪を言い続ける多分あの、はい、進行が困ってるよ。何の話になってしまう。実際中川さんね、門川春樹さんにお会いしてお話も伺ってるっていうことを聞いてます。またちょっとユーストの中継終わった後ぐらいに、はい、その話もゆっくりできたらなと思いますので、そらそや、ファンを裏切ってはいけないってね、スタップ細胞もあるわけだから、はい、そうですね。ちょうど2年前ここでやった時があるから、ね、ちょうどその時でしたね。記者会見のすぐ後だな、んぞありますね、なんかあるんですね、ちょうど節目節目で、はい、そうですね。あ、そう、2年前はこれの単行本が出た時の出版記念イベントをされまして、こちらで、すみません、今あの、はい、髪が乱れてるので整えてほしいってだけだ。多分急に整えられないんで、ちょっとあのこんな感じってことで理解して。すいません。でもなんか出版関係の人みたいな感じしますよね。ちょっと髪が乱れてるもんね。出版関係のイメージ、渡辺さんみたいにピシッとやった方がいいですね。ピシッとこうやってくださいよ。よろしく頼みますほんまに。出版関係、すいません申し上げます。どんな指摘？でもあの素朴な質問ですけどね。あのその門川に入られる時っていうのは、まあ、ある種のその、まあ、考えはあったっていうのは分かるんですけど、もしかして
動機にもなったんですか、そのかつてもう本当に角川映画でもう青春を過ごしたっていうのは。は一切ないですね。あ、一切ないんだ、それはまた別の話なんです、ね、雑誌をやるために入ったんで、はいはいはい、あの角川映画に対する思い入れはありましたけど、ええ、あのそんなに関わるとそもそも思ってなかったですから、ね、なるほど、まあ、でも結果的にはこういう本を出すっていう、そうですよね、多分使命を担ってたんだろうなと今となっては思いますけどね。入った時は知る由もなかったと、その後のね、そうですね、そういうことなんですね。そもそも雑誌ですから本作るって発想がなかったんですからね。ということで、なぜ、はいはい、今年なのかという話です、はいはい、そうですね、はい、そうです、今年角川映画が40周年という、ね、素晴らしい年を迎えたわけでございまして、はい、それでですね、こちら3月5日に全国ロードショーをする、ね、うん、橋本環奈ちゃん主演のセーラー服と機関銃卒業が、ね、3月5日に公開されるわけで、はい、はい、素晴らしいですね、はい、卒業です。そして3月12日にはエベレスト神々の頂き、こちらもねとても素晴らしい映画が公開されるということです。 ありがとうございます。ということで、平パー兄さんがね、平パー兄さんがね、はい、エベレストに登るということで、これ春樹さんが頂上に登るっていう話ですか？ちゃうんですよね。ちょっと違います、ね、あ、分かります、すみません、はい、申し訳ございません、はい、こちら予告編がございますので、はい、まずそちらを、はいはい、見ていただきましょう、はい。そうですね、あれ LINE クリックしてほしいですね今。あ、 LINE 危険ですね、これ。パソコンに出してると今のご時世ですから LINE みたい。そこみたいな、はいはい、星泉高校卒業間近の18歳。組長、ご苦労様です。だから組長じゃないから。実は元ヤクザの組長、恋に受験に就活に忙しい毎日を送るはずだった。クッキーマリファナなんだ。ぶっ飛び航空ファーストクラスへ行ってらっしゃいみたいな代物でしょ。堀内都市デザインは地方の街を食い物にしてるんだ。この開発ぶっ潰しませんか。薬飲まして何も感じなくしてさ、楽しくあの世までお世話してあげようよ。私はとっくに通報してたのに警察は全然動いてくれなかったんだよ。メダカ組復活させましょうよ。あんたの遺産が残した大事な町なんだろ。やるよ。メダカ組4代目組長星泉です。女子高生組長が全部まとめて問題解決。組長つけないでやってくれ。あんたももう少しすれば世の中のことが分かるようになる。これが今の世の中なの。気分爽快超絶快感エンターテインメント。こんなの気に入らない。絶対気に入らない。快感。はい、ということで、はい、セラフィさん中、はい、卒業を見ていただきました、はい、エベレストは流せないのかな。エベレストありますか。あ、じゃあちょ、はい、はい、はい、しますか。先にじゃあ、うん、セーラー服の話からしますね、はい、そうですね、まあ、一応ですね、今年があの1976年に犬神家の一族が公開されて、はい、まさに40年ということになりまして、はい、でちょうどあのこれ他社ですけども、はい、映画秘宝ですね、これね、うん、まさに環奈ちゃんの表紙、はい、それからあのキネマ旬報、はい、もう裏側が環奈ちゃんということで、うん、こちらの関東の文書は中川さんが書かれてますけども、はい、で、当然関西ウォーカーというか全ウォーカーも橋本環奈ということで、うん、やらせていただいてます。で、まああの犬神家の一族が第一作であるわけなんですけども、うん、まあ当然最初の方はあの人間の証明とか野生の証明とかいろいろ証明シリーズとかもあるんですけど、途中からいわゆるアイドル路線、角川三人娘ってことになって、はい、あっ急にエベレストがまた登る準備できてなかった。ちょっと一瞬止めていただいていいですか。あ、先に今止まってますね。はい、あ、じゃあはい、では先にエベレスト神々の頂きの予告編をご覧ください。持って行ったのがこのカメラだ。世紀の大発見じゃないですか。山岳史上最大の謎を追う野心家のカメラマン。そのカメラを持っているのはハブジョージだ。ハブを追え。
史上初の挑戦に取りつかれた天才クライマー。羽生さんは一番大切な人でした。その二人を愛した女。写真を撮らせてくれ。嫌だと言ってもついていくぞ。私の大切な人はみんな山で死にました。生きて帰らなかったやつが頂上を踏んだかどうか、そんなことはどうだっていい。彼は向こうで何をしようとしてるんでしょうか。きっと何かとてつもないことを狙ってる。少しでも可能性が残ってるなら俺は諦めない。あんなとこ登るなんて不可能だ。このままだと死んでしまいます。諦めるな。やめてくれ。何人の命を奪えば気が済むんですか。なんでこんな目に遭わなければならないんですか。バブーバブだ。逃げろ。俺はお前と一緒に死ぬぞ。俺は頂上に立つ。エベレスト、神々の頂き。はい、ということで今のがエベレストの、予告編になります。まあ今年一応だから40周年ということなんで、まあ、さっきも言いかけましたけども、まあ、角川のアイドル時代の代表作のセーラー服と機関銃 の、まあ、リメイクじゃないですね、続編なんですね、はい、卒業ということになってますけども、はい、でそれとは別にですね、今年、上半期というか今年に入ってから実は怒涛のように角川映画が公開されてまして、例えば今BBC 版のシャーロックっていうのもあれも角川で配給してますんで、はい、そういうのもあったりとか、あとピンクとグレーっていううちで加藤茂明さんが書いてくれた小説の映画であったりとか、もろもろあります。その中でも特に超大作として作られているのがこのエベレストになります。でエベレスト自体は集英社がそもそも原作だったんですけども、はい、まあ、内容に惚れ込んで映画にしたいってことで、うん、だから今エベレストの文庫って集英社と角川両方で出てまして、まあ、TBS とうちと集英社なんですね、ええ、で多分業界でも初めてだと思うんですけど、集英社と角川が共同キャンペーンやってるという、非常に面白い形になっておりますけども、うんうん、まあ、佃社長ことですね、とそれと、まあ、まさに、平パー兄さんという非常に強力なタッグで、はい、作られておりますけども、こちらが非常に目玉ということで、まあ40周年の記念映画としてはこの2本が今目玉でやってるというところですね、うんうん、でセーラー服と機関銃は結構ご覧になっていただいてる人。あ、見ました見ました、はい、新しいやつ見ました、はいはい、どうでしたか、はい、これ難しい質問ですねどうでしたかね。いや僕ね結局なんていうのかな、薬師丸さんのセーラー服と機関銃とはもう全くその時代背景が違いすぎるから、うん、だからその当時の、まあ、僕らお客さんもみんな当時のお客さんもそうやし、当時のその映画を作る人も役者さんとかも渡瀬恒彦さんとかも全部その人らのいろんな背景考えた時にやっぱりその今の時代で作るともうこの形しかないかなというような気になりますね、うん、うん、やっぱり戦争とかああいうものを背負っているっていうのはすごい実はいろんな部分で体験の中では大きいと思うんですよ、はい、だからうん、そういうことかなと、うん、今回の、ね、先生ね、うん、セーラー服と機関銃も、だから薬師丸版はありえない話を、うん、ってありえるように持っていく面白さがあったわけじゃないですか、うん、その高校生が組長になるという、うん、別に橋本環奈ちゃんが不良っぽいっていうわけじゃないんだけども、うん、今回はハマっちゃうんだよね、違和感がないんで、うん、ありえそうって思っちゃうんだよね。そうそうそう、あの暴力団との中に彼女が溶け込んじゃう、そうなんですよ。 そこでこれはこういう時代なのかな、何なのかなっていうのがちょっと、うん、これでも難しいと思うんですよ、うん、その時代背景の部分と いい悪いじゃ全然ないんだけどね、うんうん、どっちがいい悪いじゃなく全く別のもんなんですよ。で今の時代にはもう橋本環奈という人が多分役には僕いいと思うんですよ、うんうんうん、でも僕らの当時はやっぱり薬師丸ひろ子さんという人がいてて、うん、周りの役者さんもそうやけどやっぱりあるんですよね、リメイク見てもいろんなものリメイクでもそうじゃないですか、うんうんうん、椿三十郎、ね、やっぱり昔の椿三十郎と今の小田さんの椿三十郎はいろんな背景もちゃうし、そうですね、これはね演技力とかそんなことじゃないんですよ。じゃないですね。で思います。あれですよね、
結局セラフと機関銃自体が、はい、まあ、あの相前慎二っていう監督がすでに、まあ、あのその時点でトンダカップとかものすごく注目されてましたけども、うん、多分あのいわゆるヒットの規模であるとか、うん、もろもろで相前慎二を本当に世に出したのは多分このセーラー服と機関銃だったと思うんで、うん、まあ、日本の映画にとっても一つのメルクマールになった、うん、で、うん、ああいうもういわゆる長回しであったりとか相前武士と言われるものがほぼ完成した作品ですから、うんうんうん、だからこれと比べるのはほとんどどの映画と比べても厳しいんですよね。いやそう思うんですよ。でただ思ったのは、はい、あのじゃあもう割り切って今の感覚で作りゃいいんですけど、うん、このセーラー服と機関銃卒業って実はものすごく相前慎二意識してるんですよ。いやそれ僕も思いました。長回しもかなり多いし、オマージュすごいね、うんうんうん、だからあの今の映画のいや特に気楽に見れる作りからすると完全に昔の角川映画のいろんなね、その長回しだけじゃなくてストーリーの展開であるとか、まあ人の死に方とかものすごくあの昔の映画だから、ちょうど井口昇監督が非常にあの角川映画が好きで、で実際に角川で映画ランニング撮った時にあのすごくそういう昔の角川マナーっていうのを出してきたんだけど、あれに通じるものを感じましたけどね。そうですね。あのまあ見張ったら分かるの、星泉がね、あのまあ、いわゆるラブホテルでちょっとなんか待ち合わせの時に自分の信頼してる、まあ、言うたら薬師丸版の時の渡瀬恒彦さんであるような存在の人がの濡れ場を見てしまうんですよ、はいはいはい、そのエッチのシーンをね、それってあの薬師丸ひろ子さんの、ね、バージョンにありましたもんね。だそれでこうなんていうのかな、男の人っていうものの女の人の差がを感じるみたいな、だそんなシーンなんかも別に入れなくてよかったけど入れちゃってるっていうところはやっぱオマージュかなと思いながらね。多分だからね、あの時代と一緒には絶対無理だし、それはもうそれは薬師丸さんとかある意味伝説の人たちが出てるわけですから。だけどなんかあのこれに関わった今回の役者さん、まあさ武田鉄矢さんとかもひっくるめてやっぱりみんな角川愛は感じれたかなという気はしますけどね、すごく。野村さんとかどうでしょう。ただその入り口がね、僕はねちょっと違うのかなと思って、つまりそのやっぱり橋本環奈という女性をこうやっぱり、まあ、当時の薬師丸ひろ子と同じようにやっぱり前面にまず出すということで、やっぱりその角川映画往年のファンというよりはもちろんそこも意識するんだけれども、こっから見るっていう人もなんならそっちの方にウェイトを置いて作ってんのかなとかなんとなく思ったんですけどね。どうなんですかね、それは。まさにその、あでもそれはあるかもしれないですね、うんうん、その昔の薬師丸さんバージョンがどうだったかちょっとわからないんですが、うん、そのどちらかといえばその男性の男の人のお客様が多かったっていうことは聞いたことがあるんですよ、うんうん、まあね、ですが今回 その橋本環奈ちゃんバージョンはその同世代の女の子たちが一緒に見に行けるような形に作られてるんじゃないかなと思うんですよね。だから男女問わず見れるような作り方になってるんじゃないかなっていうのは感じました。僕ね、あのこれ飯田橋の本社に試写室があってそこで見てたんですけど、試写の時ですね、はい、そしたら終わったら後ろの席が環奈ちゃんと両親だったんですよ。おお。だからなんかあのご両親がやっぱりあの特にお父さんが、うん、あの当時あの薬師丸ひろ子がすごく好き でものすごくこの映画に対して思い入れがあったっていうことを、あの環奈ちゃんが言ってて、そのまさに現場を僕は前ではい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 すごいですね。だ思ったのは橋本環奈さんは今回すごかったなとは僕は思いましたね。本格的な主役って多分これが最初だと思うんですけど、まあいわゆる体当たり演技云々というか、あと多分役に飲み込まれてないですよね。これさっき溶け込んでるって話をしてましたけど、なんか使われてる感じが全然ないですよね、ある意味そういう意味で言うと薬師丸さんじゃないけど、あのすごく独立した主演女優としてはスタートできたのかなって気がしますけどね。そうですね、なんか現在進行形の青春を見てるんだなって思ったんですよ、橋本環奈バージョンを見た時に。橋本環奈ちゃん自身も高校生で、なんか自分の彼女の青春そのものがあの映画になるんだろうなっていう感じがあって、そのきらめきはすごいなと思いましたね。なんか、まあ、あんまりちょっとね、あのこれから皆さんご覧になるからネタバレはできないんですけども、はい、あの一番最後のところで、まあ主題歌絡みとかいろんな演出があるんですけど、はい、あれはまさに角川ですよね。そうですね、うん
どっちかというとちょっと往年の、ね、ちょっと友ちゃん的と言えるかもしれない。確かに時かけ的時かけっぽかったですね、はい、だから星泉っていうかこれそもそもあれですね、映画が薬師丸でテレビドラマ化の最初が原田知世 で、ね、あと皆さん覚えてるかもしれない、うん、長澤まさみさんも一度やって、うんはい、まあ、それの続きだからまさに4代目になるんですよね、はい、うん、それとあとあのエベレスト実は僕しか見てないっていうエベレストはね我々見ててない、エベレストなかなか頂上までは行けない、まだ1合目ぐらい編集長しか見てないの頂上のからの風景は、いやだけどね、あのエベレストはね、あの僕見ましたけども、でさっきちょっとちらっと誰か言ってました、エベレスト 3D も僕見てますけども、うん、いや僕だからエベレスト 3D 当然先に見てたん で、はい、でこの映画の企画は知ってましたから、これものすごく被ってるよなと思ってあの時期そうでしたね、結構だからあの今のエベレストじゃなくて少し前の時代の話で、うん、で、あのまあ、要するに今エベレスト結構ね頂上まで行ってる人いますから、うん、あのまだちょうどその難しかった時代の話ということで設定も似てるんですけども、うん、あの結果的にはだからあのいわゆる、外国版と日本版は全く違う方向に行ったなというふうには思いますね、はい、いやそれこそ昨年の東京国際映画祭であのこんなことあるのかと思いましたけども、同時に 2本の映画がその外国映画と角川映画と記者会見するみたいな同じ題材でエベレストでということでびっくりしましたけどね、でも結果的には全然違う角度からっていう、そうですね、だから結局やっぱりあの2人の男の、うん、あのドラマにものすごく修練されてて、で 3D の方はやっぱりどちらかというともうすぐ実録なんですよ、そうですね、あのドキュメントタッチになってて、だからそういう意味で言うとあのエベレストは往年の日本映画 の、うん、あのすごくこう臭みがある、うん、 まあ、でももちろんあのすごく現場撮影も含めてあのお金もかかって本格的な山の映画にはなってるんですけど、うんうん、やっぱり人間ドラマになってるってところがあの結構あの外国版とは違ってたかな、 あと 3D ですから、うん、あの結構あの実際の雪の描写とかそっちにものすごく力が入ってて、うん、だからそういう意味で言うと多分、今回の角川版のエベレストはまた楽しんでもらえるんじゃないかなと思いましたけどね、うん、まあ、見比べたいですけどね、確かにね、うん、実際にはねだから全然違う映画に、ね、ただそんなにあのなんていうか特撮含めて見劣りするとかそれは全然ないじゃないと、うん、ただ方向性が明らかに逆に言うとほとんど180度ぐらい違っちゃったら、あ、そうですか、僕結構どっちも好きなんですけど、あの角川版はあの人間ドラマの書き込み、まあ、もちろん原作が湯枕さんってこともあるんですけども、うん、やっぱそこはすごい面白かったですね、へ、いや見たいですね本当、はい、3月12日からエベレストは公開ですので、うんうん、ということで、まあ、あの今年これからもいろいろ映画、あの、僕だけがいなくなった街とかもろもろ続きますので、はい、はい、どこまで続くんだっていうぐらい今年うちは映画多いんですが、はい、あの一旦話を1976-1986に戻したいというか、はいはい、そもそもあの今回こうやって皆さん集まっていただいたのは、はい、この文庫ですね、はい、25日発売されたばかりのこの角川映画1976、ただこの前にこれが単行本で出た時にまさに渡辺さんと話をさせてもらったんですが、はい、今回増補版ということで、はい、そもそもどんな本なのっていう話ですね、はい、まあ、全然前も読んでないって人もいると思うんで、うん、あの前提もひっくるめてちょっとここは中川さんにお話をいただけなければと、はい、お願いいたします、はい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 、どんな本こんな本です まさかゴーストライターちゃいますよ覚えてないねんけど、はいはい、すいません、読んでみて面白かったですかって言う中川さんも本出しすぎてていこれはどんな本と言われても、あの角川映画1976年に始まった角川映画の最初の10年間を、歴史として描く、論じるのではなく描くというのを、アプローチで書いた本になります。だから、この映画がいいとか悪いとかここがいいとか面白いとか、まあ、そういうことはあまり関係ない、はい、どうでもいい話で、むしろこの映画がなぜこの時に作られてどういう反響があって、うん、それが何をどう変えたのかというのを、まあ、いろいろ調べながら追いかけていった本という形になります。だからいわゆる映画の本っていうのはあのみんな俺はこの映画が大好きなんだとか、はい、この監督がよくてここのカットがすごいとか、うん、なんかマシがいいとか悪いとか、うん、そういう論じるんで、うん、まあ、それはそれで面白いからいいんだけども、うん、そういうのではないアプローチの仕方なので、うん、まあ、そういう
なんていうの、ちょっと映画の本の中では変わった感じになると思うんですよね。ですね。これでも中川さんもあの、もちろん思い入れっていうのはあるから、まあこう、もちろん、それこう留めておくのは結構大変だったんじゃないですか。そうそうそう、いやそれは、いや今までの本全部そうやって書いてるからそこは大丈夫、大丈夫、大丈夫。でもなんか当時の、例えばよく朝日新聞のね、はいはいはい、もうあのちょっとなんだっていうね、表が引用されてますけど、あの当時の反響も、あの抑えていただいたのが僕なんかはすごい面白かったですね。やっぱり生きてないその当時の反響っていうのは僕は、まあ、生きてるけれども分かってなかったんで、あこういうふうに受け止められたんだっていうか、あ映画評論家からするとこんな感じなのねっていうのはそうそうそう、すごい面白かったですね。だから、逆に今の映画表って新聞に載るのはみんな褒めるじゃないですか。そうですね。そう、それも含めて新鮮でした。それがただ当時は褒めない映画表というのは、新聞表は特に褒めないのが当たり前だったわけなんですね。で褒めていいのはあの日本共産党系の監督が作った映画、これは褒めだから男はつらいよとかいつも褒められる。やばい話を。いやいや本当に放送中に、あと日本共産党に反対する新作系の監督が作った映画も褒めていい。ただこういうお金を使った映画は褒めちゃいけない。商業作品ね、そういう大前提があった。そのアレルギーは相当ですね。そうで角川映画が出て春樹さんはそれに対してすごく怒ったわけなんです、で怒りすぎて、もう社長を出すなとかことまでやり始めるんだけども、で、まあ、このその時代はね、だからそういう左翼系の映画評論家に対して批判するのことは意味があったのね、でお前らけなしてばかりしないで褒めろということは意味があったの、だからそこから40年経った今は今度はけなす評論家が誰もいなくなったという、逆になったというねこれまた不思議、このメディアのこの同調圧力っていうのかな、そう、そうですね、ここでけなしたればもう俺に社長が来なくなるとか、あの書かせてもらえなくなるとか、そういうのをやっぱり実際そういうこともあるんだと思うんだけども、あるんですね。はい、厳密にはだから中川さんは映画評論家ではないですから、ないですからね、どちらかというとクラシック評論家ですから、いや、そうでもないの。だからここで評論、映画評論家とかクラシック評論家、あるいは何でも野球評論家とか、そう名乗る人っていうのは何かというと、その業界に属している、そしてその業界に、業界から広告をもらって出している雑誌や新聞に書く人、これを何とか評論家というわけです。はい、で そ, こでそういうだから木山順法に僕はレギュラーで書くわけじゃなくて、たまに頼まれて書くわけだけども、ああいうところに毎月書いてる人たちは映画評論家だ。なるほど、その業界の中にいるから、そうそうそう、だからその人たちは他に仕事がないから、結構増えましたね、仕事が。でも、いやだから映画雑誌に書いてる人は映画雑誌以外に書く場所がないから、映画雑誌にしがみつかなきゃいけない、ということは映画雑誌から、あるいはその広告の下で映画会社から怒られるようなことは書いちゃいけない、と決まりはないんだけども思っている。素晴らしい。いやでもその通りですよね。中川さんが自分の会社であのクラシックジャーナルって雑誌を、出して、自分が出版社の社長で雑誌を作ってて、編集長だだから、クラシックジャーナルってクラシックの世界ではものすごく異端の雑誌だったんですよ。あまりに異端で僕は不安だったんでそれで中川さんにコンタクトを取って友達になったんですけど。なるほど。いや、そうだった。その雑誌で言えばね、本当、レコード会社から広告もらうんですよ、クラシックジャーナルって、クラシック音楽のね、で一旦そのレコード会社が非常に力を入れてる CD が出て、それを僕が書いたんじゃないんだけど、ある評論家が書いて、その批評を、こんなのダメだと書いたわけ、で僕は載せたわけ、それをね、ただばその号ができて、その広告会社広告で払わないんだよ。ああそうか、どうせけなされてんだから、いやこんな記事が載ってる雑誌に広告出せるわけがないでしょう、担当の女性が怒りまくってね、で半年ぐらい払わないから、で私はもう分かったと言って、もう社長宛に請求書書いたの。おお、ほんで担当者にはもう出しても払わない、拉致が開かない、ほんで来たんですか。ただ払われた。でもそこからお付き合いはもうないけど、ない不協和音ですね、手切れ切れになってるクラシックだけにクラシックだけに、はい、いやでもそういうとこも必要ですよ ね本当はね。だから角川映画の功罪っていうのはいろいろあるんだけれども、そういうある意味では映画作る側が評論家に対して怒ったのも角川春樹が最初なわけですよ。それまでの監督もプロデューサーもちょっとけなされてもまあしょうがないやと、あるいはそんな評論誰も読んでないからいいんだよと思ってたんだけども、これは何だと怒って、それで怒り出したからなのかどうかは分かんないけども、だんだん今のように誰も非難けなさなくなってる。中川さんあれですよね、
映画秘宝なんかはまさに角川映画がバイブルで、うんうん、まさに角川映画的な雑誌だから40年やるのは分かりますけど、うん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 、キネマ旬報がいやそこですよね40周年っていやこの本のを読んでたらキネ旬がこんな特集を組むっていうのもうこんな時代がどれだけ変わったんだっていう今あのここにあのリストありますけど、今となっては多分結構みんな名作傑作と言われてる映画だと思いますが、そうですね、これを徹底的に否定してきたのがこのキネマ旬報です。そうですよね、だから当時はやっぱり左翼系がほとんどだったから、ね、書いてた人中の人も変わってきますもんね、そう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 、だからね、まあ、今左翼系がね世の中全体弱くなってるということがいいか悪いか分かんないんだけど、まあ本当に40年前は左翼は強かったんですよ、うんうん、あ、うん、あの政治全体じゃなくこういう映画とかそういう、ね、僕とかはなんかすごく実感として分かるんですけど、うん、なんかその辺ももう少し分からない人もいらっしゃるかもしれない、うん、もし、まあそのね、いわゆる左翼的っていうのは分かりやすい言い方なんですけど、うん、はい、どうしてその当時の映画評論家は角川映画を認めたくなかったんですかね、うん、そこですよね、まあ、金がかかってるから、そう、まず金がかかってるという、うん、嫉妬だろうね、単純にね、ジェラシー、うん、だって役者さんとかも自由に使えましたもんね、あと、まあ、2代目だったじゃない春樹さんが、それへの単純な嫉妬もあるよね、2代目、2代目が道楽してるとかっていう、まあ、仮に源義さんがやってたらまだ良かった、分かんないけどもね、これ ATG が潤沢な資金あったらどのようになってないですか ね、 ね、 ね、うん、やっぱりそういう違いもあるんですよ ね、 すね、うん、これ難しいですね、でもこれ結局ここの76から80、これ5の総集物語まで出てますけども、はい、うん、基本的にはキネ順では上位には来てないってことですよね、蒲田行進曲が初めて1位でしょ、これ、ね、キネ順で1位になったのはね、まあ、蒲田もそういう意味で言うと、まあ、もちろん角川映画ですけど、うん、ちょっといわゆる他の五社との絡みありますからね、まあ、深作金次監督 で、 そうですね、深作さんはまあ左翼だったから、あの心情的に党派的ではないけど心情的左翼だったから、その辺は許されたんだろうね。でもなんかだんだん深作さんも角川にこうどんどん絡まっていきますよね、うん、そう、この後はね、うん、そうですね、うん、この前後からね、うん、だからそういう意味でやっぱり深作さんも面白い存在ですよね、うん、そう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 、まあ、もちろん復活の日がね深作さんだから、そうですよね、でも本当はだから記念準備してたの1位見ればみんな貧乏人が殺し合う映画ばっかり貧乏人が殺し合う映画そんな一言にまとこれ男は辛いよはあれですね、貧乏人が殴り合うやつだからまあけなし合う、幸せの黄色いハンカチだってこれだって、はい、貧乏人が殺した後の話なわけよ。そうですね、殺し合いはしないけども高橋健が入ってるのはなぜ入ってるかということを考える、ね、貧乏人が美味しそうにビール飲むシーンがある、うん、とにかく犯罪者と貧乏人を描かなければ日本映画は あの評価されない。松田優作みたいに普段はサラリーマンやってて、うん、夜いきなりあのワインとか飲みながら、うん、あれはダメだ、あれはダメ犯罪者でもああいう犯罪者はダメ、ダメなんです、ね、反社会的なやつはダメなんですね、あのいや金持って、うん、金持ってちゃダメ、でバットマンみたいなあかんわけでしょ、貧乏でしょうがなく殺す、グサンチマンがないのに、うん、いや快楽殺人とかも持ってるほかっていう、お金のための殺人はダメですね、じゃあもうどうしようもないですね、分かりやすいですねそれどうしようもないわ、いやでもね僕、うん、この当時角川映画がもしなかったら、うん、僕映画を見るきっかけなかったかもしれないです。これね、そこですよね、昨日ねあの別のところでちょっと、うん、あの日本映画界と出版界についての講演をやったんですけども、うん、その時日本映画の興行収入というかあの挿入乗車数ね、うん、年間の今1億7千万ぐらいだけども、うん、それが1958年の11億2千万人から一気にぐわっと下がっていく、うん、はい、そのグラフを見て気づいたんですよ、うん、本当に毎年前年比1割ずつ下がっていくわけ、うん、11億が次の年10億、10億、8億なんていうふうに、うん、それで1億、2億を割ったところでちょっと下がる度合いが止まっていく、うんうん、でその後1億7千6千ぐらいをうろうろしだして、うん、時々ピクッと上がったりする、うん、それが82、3あたりからつまり角川映画がなかったらそのままもっと下がってたんですよ、日本映画って、うん、なんかそうですね、それは全体の統計的にもそれが、ね、分かるんだよね、うん、あと結構、うん、まあ、いわゆる5社のシステムのいろんな風穴を開けた部分も、うん、それもあるんだけど、だから次につながっていくスタートになってるわけですよね、うん、で結局角川のシステムをまあ、言っちゃうんですけど今のテレビ局とかは使ってると思います、うん、はい、そうそうそう、乗ってるだけだからね、後でね、
だって監督にしてもそうですよね、うん、昔は助監が長かったりとかね、そう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 、あの小泉あれ何監督ですか、あの黒沢組の あの方でも50いくつで初監督とかあったけど、うん、でもこのね角川の時の当時の監督さんで20代で撮ったりとか、うん、ね、まあ、あと助監で苦労されたかというと沢井慎一郎さんでしょうね。そうですね。でもまさに沢井ちゃんもう満を持して角川でドーンと花開いた人ですからね。だからそういう部分での才能っていうもうやっぱりねちゃんとしてあげたのも角川かなと。だから大林監督も角川映画という風穴が開く、うん、日本映画館に風穴が開くような事情がなければ、うん、こういう監督として今認識されることはなかったでしょうね、うん、また別の人生を歩まれていたと思いますよ、うん、特に6作品作ってますもんね、うん、そうですね、的にね、だから多分大林さんにとっても角川春樹さんとの付き合いっていうのはすごく人生を左右したのは間違いない、うん、間違いない、うん、とにかく3人娘全部撮ったのはそうですよ、ね、大林さんだけだから。そうですよね、うん、もう未だにほんまはもう公開してないけど尾道15部作ぐらいまで自分で撮ってるかもしれないっていうぐらいやばいね、うん、やっぱ当時やっぱそういうさっきね編集長おっしゃったみたいにそういう、メディアミックスやないけど、うん、そういうのもやっぱ角川さんがやりだしてるし、こんなんがなかったらもうほんまに5社が今残ってないけどそんなんが続いてたら、うん、映画ってまた全然違うものになりますもんね、邦画なんか5社ともなくなってたから、まあね、今こうやって本当40周年でこういう雑誌に特集されて、まあ、ありがたい限りなんですけど、うん、まあ、だから角川映画っていうものを総括するっていうのがなかなかあの機運として生まれなかったというか、うんうん、それはまあ、春樹さんがあって今のうちの嗣彦とかの体制とかってこともあるし、やっぱりものすごく一つの世界ワールドが作り上げられすぎてて手が出しにくいっていうのは間違いなくあったと思うんですよね。でそれであの前に集まっていた2年前あのまさに中川さんがあの基本タブーを一切気にしない人なんで、まあ僕といろいろ話してるうちに盛り上がって作ろうと、まあそもそも角川の人間がそれを飲むこと自体がないだろうと、すごいですね。もちろん僕も全て決めれる権限ないんで、僕の上司もある意味首をかけてじゃないけどもやったから、まあいわゆる角川が角川について語るっていうチャンスが出て、しかも角川の意向に一切左右されない人が書いたという非常にあの稀有な例だと思うんですよね。すごい。だからあとあの基本的にあの中川さん、僕一緒に本を作らせていただいてますけども、なんていうか一次取材はほとんどされないんですよ、うん、だからもう二次資料を徹底的に漁るってこともあるんですけど、漁る以前に角川でバラエティっていう雑誌をずっと出してたんですけど、はい、うん、これはまさに角川映画の広報誌なんですよね、うん、でほとんど編集長が実質春樹さんみたいな雑誌 で、うん、でそれを創刊号から週刊号まで普通に買ってられたんですよ、うん、は当時ですか。そうそうそう、角川面白そうだからやろうじゃなくて、本当に角川をずっと見てきた人、ずっとね、うんうん、あ、そうか、それが非常に大きな元にバックボーンになってて、うん、でまあ、ちょっと僕らがおせっかい焼いて、あの大林監督とか井筒監督とちょっと引き合わせたりとかしたんですけど、結局あんまり本には反映されずに、まあ、でも大林監督との関係はそこで生まれて少しは反映されずにそれは非常にあの、うん、今となって大林さんと、うん、あのもう大林さんの本も作ってますから、うん、あ、そうですか、そこからまたドラマ生まれたんですけど、まあ、うん、今回その単行本に対して増補版ってことじゃないですか。そうですね、うん、どの辺が増補なのか、何を増補したのかっていうのをちょっと喋っていただけるといいかなと思う。まあ、あの全体の中では、まあ、ちょこっと間違いというか、あの文章が気に入らない文章を直したりとかはしてますけど、うん、ほとんど変わっていません。あんまりいじってないですね、うん、で変わったのは足したのが、元の単行本では2ページぐらいしか書かなかった86年以降を、40何ページに、うん、まあ、だいぶ増やして、はい、特に春樹さんが去るまでは一応一本ずつ全部について書いた、うん、でどうして春樹さんが去らなきゃいけなくなったのかを書いて、うん、でその後どうなって現在に至るというところまでを書きました、うんうん、だから、まあ、あの本当後半は、まあ、あくまで署名にあるように86年までがメインの本で、うん、それ以降の30年ぐらいは、まあ、その後という後日談として書いたわけなんですけれども、うん、まあ、もう少し詳しく書いたよということです、うん、まあ、ちょっと僕の立場から言うのはあれですけど、まあ、春樹さんが逮捕されて、うん、でその後いろんな会社の中の社内政治、うん、社内事情みたいなのがあって、はい、会社の名前とかも変わりながら、うん、
今の体制になって、うん、でまた角川映画途中でやる大映を買収したりとか、さまざまな動きがあり、うん、っていうふうなことが実は多分まとめられたことこれまで一回もないと思うんですよ。まあ皆さん気を使っていただいているのか分かりませんけどもまあ書かなかったのか書けなかったのか分からないですけど、うん、それをなんと増補版でそうそうそうがっつり書いたっていう書、まあ、けって言うか書けないよ加えてくれと言われたからしょうがないからそっちが言うなら書いてやろうじゃないかまあこういう言い方もあれですけど、うちの、まあ、数千人いる角川の社員にぜひ全員一冊買って、はい、一冊買ってほしいなって、まあ、会社の歴史がよくわかるそれだけでベストセラー、それだけで数千人はね、もう硬いですからねただそのさっきお話聞いてたら、一次資料にはあまり当たらずということですけど、その増補版を今回書かれるにあたっては、どういう資料を、そのバラエティにはそこないわけじゃないですか、はい、ね、まあうん、それはあとは、まあ、いろんな当時のものを見ながらやる、うちとしてはもちろん、っていうか逆に言うと中川さんはこの76、86は本当に自分で好きでずっと見てて、はい、パンフレットとか貴重なものを今日本当は見せるっていうコーナーが台本にあったんですけど、持ってこなかったんでないんですけど、貴重なものを持ってくるわけがないっていう本当に好きで好きでご覧になってたそういうマニア心わからない企画担当者がいるもんね。それは違うと。それは違う。見たけりゃうちに来いよという。僕もわかりますわ。で、1986年以降は正直そんなに中川さん角川映画全部を見てないです。見てないっていう状況だったんで、今度は逆に僕らの方で極力資料を集めて、はい、お渡しして、はい、提供して、まあ、だからね、この86以降っていうのがまた難題で。うん、っていうか40年ありますから、結局これって10年じゃない、うん、最初の10年、残りが30年、残り30年やって、うん、でそれがまたしょぼしょぼだったらいいんですけど、うん、結構角川映画頑張ってるんですよ、うん、でこれ本当にキネマ旬報とか映画秘宝見てたら分かるんですけど、一人一人の人が何に注目するかによって角川映画の見え方が全然違うんですよ ね、うん、すよね、うん、だから多分ホラー映画にこだわってる人はものすごく一大山脈なんですよ、うん、で、うん、アニメもなんかカムイの剣で終わっちゃってる人いるんですけど、その後実はもちろんエヴァンゲリオンの第一作って角川ですから、うん、そうか、うん、そもそも結構巨大なんですよ、そこはそこ ですね。だから、あといわゆる、まあ金融腐食列島であるとか、うん、ああいう沈まぬ太陽みたいな、社会派の映画も撮ってたり、これも結構長年誰も映画化できなかったのを映画化してるっていうのがあるんですけど、だから30年の歴史でかなり、ね、多岐にわたって、さまざま問題作とかヒット作を出してるんですよね、うん、冷静と情熱の間とかいうのもありますけど、うんうん、だから、なかなか捉えがたいんですよね、うん、なんか名前を角川映画のまま来てるからかなとか、うん、そうですね、違う名前に言ったらもう一つの、うん、なんか出来上がってる気がするんですよね、うん、だからやっぱり春樹さんがやっぱりあれだけのものを作られて、うん、ただまあ正直言って結構お金もかかりすぎてたりとかいろいろあったんで、うん、もう一回いろいろ整理し直してやったんだけど、うん、結局今の体制でも角川映画ガンガン結局作ってた、作ってますよね。で、ちょうどエヴァンゲリオンとかパラサイトイブのタイミングでかなり体制が整った感があったんで、うん、あそこで角川映画始動再始動っていうことを歌ってるんですよ、うん、だから結果的に角川が角川映画は続いてますよってあそこで宣言して、うん、今に至ってるんです。ただここは中川さん説明してもらった方が分かりやすいかもしれませんけど、いわゆる東宝映画、松竹映画、角川映画っていう時代じゃなくなってるんですよ、うん、今ね、うん、いわゆる制作委員会になってきてますから、だから例えばなんていうんですかね、いわゆるもう映画会社がある程度メイン、だ例えばそのエベレストとかでもやはり TBS の資本がなければなかなか作れない、うん、はい、あるいは結構そこまでの大きなバジェットじゃなくて角川が本当にメインでやってたりするものもあったりとか、うん、ものすごくいろんな形になってるんですよね、うん、そういうことですよね、まあ、捉えがたいのは中川さん、そうし、うん、さらに大映を買ったことで、じゃあ大映の昔の映画って何なんだよって、そうですね、角川映画だな、どうなのってこと、ね、B 級の怪獣同士とか勝新太郎、市川雷蔵、みんな角川映画、今マルシー角川映画になってるわけなんですよ ね、 そうですね、うん、でもそれ辺ならば40年どころじゃなくて、100年近くになっちゃうのかな、大映から始めたら勝さんも角川映画、さすがにそれはもう、だからその辺のカタログとして手に入れたとしか言いようがないと思うんですよ、うん、
かそこが難しい定義になってきちゃ う、ね、だから皆さんがね、うん、結構角川と思ってないやつも角川だったりするんですよ、うん、テルマエロマエも角川ですからね、うん、あねそうかうちのコミックですからあれ、うん、でもちろんうちも制作出資してますから、うんうん、だけどやっぱりあのテレビ局が出資してる額が圧倒的にフジテレビですけどね、うん、多かったりしますから、うん、あの見え方としてあんまり角川に見えないんですよ、うん、でもそういうのがねものすごく多いんですよ、うんうんやっぱりその礎がこのやっぱり10年間やったんですかね。その辺がでもむしろ春樹さん時代はあの本当は東映映画であるあの白昼の刺客とかね、うん、あれが角川映画に見えてしまっていたとか、あいやそういう逆があるよ ね、 ねだからね僕もそう思ってましたね、うん、白昼の刺客とか、うん、でもこの時期のは、ね、要はその角川春樹角川映画というか角川春樹映画というか、うん、そうそうそう春樹事務所か春樹事務所が制作、うん、その要はそのプロデューサーの存在が突出して、うん、そうなんですいたってだからその今の角川っていうのとは、うん、ちょっとそこがまず根本的な違いですよね。というあたりであのその辺に踏み込んだ話をどんどんしていきたいなというあたりで、はい今まであのちょっとですね、はい動画配信見ていただいてましたが、そんな時間ですか、はい、あらこのあたりから一切気兼ねなくそういう話をしていくということで、はい、そろそろ気兼ねしてなかったけど、はい、動画配信とはお別れしてもあとはここにいる方と、はい好きな話をしようということで、はいはいじゃあ一旦皆さんここで、はい、それから、はい、もう気兼ねしません、はい、気兼ねしませんよ、アディオス、はい、アディオス